私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。柔道家阿部一二三、日本一黒い、グラドル、と恋愛関係。女好きで酒癖も悪き、トラブルが懸念される。週刊誌が目撃したのは、9月12日の午前1時過ぎのことでした。都内にあるマンションの前にタクシーが滑り込んできたといい、支払いを終えて車を降りてきたのは、高級ブランド、クロムハーツのキャップをこむった、嫁にもそれとわかるほど体格のいい男性だったのです。その男性が阿部選手で、そのすぐ後を追うように、一人の女性も降りてきたところが目撃されたといいます。東京五輪の柔道 66kg 級で金メダルを獲得し、今年7月開催のグランドスラムでも優勝した阿部一二三選手、25、が、何話のブラックダイヤモンドの愛称を持つ人気グラビアアイドル橋本里奈さん29との熱愛交際をスクープされ話題になっています。実は阿部選手は酒癖が悪く、女好きだということ。飲み会などでは、周囲にいる女の子とすぐにイチャつき出したりすることもあるそうで、とにかく酒の席の阿部選手の態度には、大学時代の同級生や後輩らも呆れているほどで、橋本さんとの交際がうまくいっているのか心配する声も上がっていました。そんな二人の双方の事務所側は、交際については否定しておらず、ネット上ではこんな声が上がっています。女性は日本一黒いと言われているグラドル、橋本さんで彼女はそのままお泊まりしたと報じています。交際は今年の4月から5月にかけてスタートしたとの証言もあり、出会いは共通の知人による紹介だったそう。飲み会の席で橋本さんのインスタにある投稿で、フィリピン旅行は阿部さんと一緒に行っていたとの情報もあるようです。ただ一方でこんな声も。友人の紹介イコールアテンドされたってことよね。ああ橋本かくっそ羨ましいわ。グラドルと付き合う奴は見下してる。井上康夫だってグラドルと結婚したやん。多少の女遊びは強くてイケメンだから仕方ない。遊ぶには最高の女な感じだものな橋本になって、などの声が上がっています。女性問題、酒問題など懸念の声は広がっていますが、今後の二人にも注目したいですね。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。